ふもこちゃんは全然変わらん感じやそんなぷよぷよした体で宇宙人と戦えるとでも思ってんのか。ぷよぷよした体関係あります。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、目的地周辺のモモポートまで飛んできたんやけど、これ何？どうやって行く感じな？どこ？これ水やんね。これどうやって行くん？あ、なんかこの辺、あ、こっから、これか？行けるってことか。Y サークルの謎に挑め。新たな学園七不思議、トワイライトセブンを解決し、Y サークルの封印を解くために必要となる、7枚のミステリアルメダルを揃えることができた。Y サークルに突入してその謎を解明しよう。難しさ結構あるけど大丈夫か。はい、挑戦します。またこのメダルをセットしていくんやね。ミッションスタート。第2の Y サークル突入だ！第2の Y サークル。これまたあれやろ？メダルをセットして扉を開くってことやろ？多分すぐそこに扉があるのではと思うんやけど。てや。よし。怖いよー。ダークアサシン。でも私このさ、ダークアサシンのさ、見た目結構可愛いと思ったんよね。いや、なんかこういう感じなんか細かくはよくわからんねえけど。ほら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 。あ、すぐやんね、扉。よし。もう来たよ。やってきたよ。あ、これ、何気に違うんよ。ダークアサシン。どう違うんかよくわからんかったけど。さあ、そして、またここにはめてく。かっちゃん。ふぅ、来たよ、来たよ。ほう？こうして開くのか。うんうん。おっしゃ！あ、そっか、前回の時は、そこは見てなかったんか。メダルを、はめるところ。さあ、ワイの力を持つ。何みんな、どうしたの？入ってこられないの？びっくりした。私しか入れんのかと思った。久しぶり！天の声的な人！天の声的な人！友達が感じ！いや、びっくりした。レアバトル AV めっちゃおるよ。いやいや、やめて！そこはさすがにあれか、変身した方が良きか。待って。あ、変身！ポーズを取りたかった。ポーズを取りたかった、今。はい、来たよ。ワイルドボーイ。よし、待って、全然違う方向を向いてる、チーズ。なんか今のかっこよくなかった。なんか自分でも、どうやってやったかよくわからんかった。お、ほら、なんか後ろ向いて、後ろに飛びながら、ズッズってやつ。フォーミングショット。なんくらい？今のはエルドアクション。自分の攻撃が当たっとんだかなんなんだかよくわからんときある。ない。待って、当たってない。今のは完璧に当たってない。本当？こんな間近から撃つもの。絶対違うと思う。どやどや。はちゃめちゃ将軍。名前だけ聞いたらめっちゃやんちゃな感じやね。イエーイ、いいぞいいぞ。くるくるか、何が？待って。まっすぐやられたよ、今。あ、待って。え、今のは当たってないの？思いません。お、いた。もういないかと思ったけど、マップ上見たら思いっきりいたわ。ね、さっきからさ、味方があんまり私の視界に入って、私が遠くにおるだけ。あんまりなんか視界に仲間が入ってこんねえけど、みんな生きてるよね、生きてるね。ゴー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 。なんか落雷撃結構ちっこいよね。ちっこいよね。あ、待って、ポーズだ。イエーイ。いいぞいいぞ。心平くん頑張って、頑張ったよ。よっ、だからめっちゃさ、あれよ。電波悪いんやって。電波とかなんかわからんけど。大王ベアバトラー V やって、やば。電波は関係ないと思うよ。ちょっと待って、私同じこと言うよりやん、やば。イェーイ！ Y サークルの謎に挑めクリアー。でっかいやつは、でっかいやつ。ゴ
とゴールとかそういうこと。さあ、出てこい！ラスボス！そういう話だっけ？あたし、残念。同じこと言えるね。え、ジンペイと。俺たちを導いたあの声は。なければいけない方なのでは。一体何者なんだ？味方。そう、そこもね、ちょっとよくわからん。宇宙人なのか。誰なんか。宇宙人？宇宙人なの？これは。かわいい！ブルポン！これがあれ？あの、ブルポン！ゴロミ的なやつ？え、ゴロミで名前あったよね。なんかスライムみたい。これが次の封印妖怪。これで変身するん？今度。スライムじゃねえか！同じことを言う。僕、悪いブルポンじゃないよ。悪いブルポンもいるのかい？出たー！スライムのセリフの定番。唯一の妖怪ではないのかい？妖怪？悪くないという証拠は。そこ疑うとこー。かわいいブルポン。水系かな今度。色的に。前回黄色で。え、でも別に雷じゃないか。お、ブルポンは逃げ出した。表記が。いきなり逃げたわ。表記が。待て待てー。いいね。ワクワクするね。何？どこ行ったの？どこかへ導いているのか。なんだ。何か胸騒ぎがする。え、やっぱり悪いブルポンなんじゃないあれ。スライムが逃げ出した。もうスライムって言ったやん。悪いスライムなら倒さないとな。けどよ。逃げたブルポン。なんかゼリーみたいでうまそうだったぞ。なんかすごい下の方じゃないあれ。あのぷよぷよした体質。どこですかあれ。クラフトソダに使ってみたいよね。とりあえずあの、そうやってキラキラした目で見てるから逃げたんじゃ。ももこうと。え、どこ？なんか住宅地の方やったもしかして。あ、これ？なんか旗のマークついとる。YKやん。なぜそこに行ったの？行くですねー。お、おったおった、目の前に。てか、逃げ足早すぎん。一瞬でここまで来たん。ワープできるんかな。あれ？何？へえ、ちょっと待って、捕まっとるよ。くまくん。YSP ウォッチの設計図はどこにあるの？知らない。ね、他のメンバーは？あの、なんか。なんだお前たち！この子とかさ。風紀委員長、黒星ナイフ。まさか、あの力は。あ、そっかそっか。表には出てなかったんやってっけ。なんか、ね。ゲームをプレイしようと側からしたら、なんか怪しげな動き、今までに何回もあったけど。くまこ先輩を話せ！キャラと直接対峙するのは初めて。警察に通報するぞ！無駄ですよ！この周りは？我々学園ポリスは、ね、警察よね。風紀委員の味方。でも学園ポリスって、それに要は警備員、悪いのは Y 県です。ポリス。学校の許可なく、危険な実験をしていた。え？よって全員、隔離禁止処分とし、研究データは、風紀委員で管理します。関係ないことしよったんかな。隔離禁止処分だと！な、何それ、どんな禁止処分だ？あんな隔離を食っちゃいけないんだ！全然違うから！なんかすごい、ゆるい感じの禁止で。やっと見つけたぞ。エイリアン！お前だったとはな、黒星ナイフ。でも名前的にもそんな感じやね。黒星。ヘリアン？何のことかしら。とぼけても無駄だ。俺はこの目で見ていた。お前はかつて俺が見たエイリアンと同じ力を使っていた。あ、この力ってこと？この人を浮かせとるやつ。父さん。なんか全然違うように見えるんやけど。マリナ。あれやん、ビビビビビビっていう線がないよ。まだ生き残りがいたか。なんでここは見逃されたんやろうね。ほう。こいつには利用価値がありそうだ。変身できたりとかするけんってこと？変身、うん、変身よね。マーティン。誰？なんだ、お前は。え、誰？さあ、言い逃れはできんぞ。え、なになになに？誰なんすか、あれ。ワイルドボーイみたいな。消えてもらうしかないね。学園ポリスのみんな、やっておしまい？ひぃ。ね、残りの Y 系のみんなはもうすでに捕まったの？黒星ナユに操られている。あ、そういうこと。よーし！ガツンと一発、叩き起こすれ！
それで元に戻るの？あれやね、あの古いテレビみたいな感じで知らんけど。そしてきたー、学園ポリス。水、手をくださると。レベル高いのね。学園の警備員やり方が強くないっていうの。あれやんね、普通の警察の人たちとかも、なんか柔道が強かったりとかするんやろ。ちょ待って、囲みすぎ、やめて。やめて。ここ変身した方がいいかな。とりあえず変身しよう。変身。変身してくる。普通にあれよね、ワイルドボーイ雷ってわけじゃないよね。見た目的にはなんかまだ打てんか。ちょっと雷。いやまあ落雷撃とかはあれやけど、これ誰にも設定できるみたいやし。なんか変身する意味そんなになかったかも。そんなになかった。待って、え、あれ今私が工事取る場所なかったわ。気のせい。おー、変なとこだわ。気のせいですか。奥の手召喚。何奥の手って。あ、え、これを仕掛け打ったのもあいつってことか。え、なんか巨大化しようやけど。うわー、うわぁ、テカテカや。ビッグブロック 2! 2やって 2! え2? マジかぁ。ちっちゃいんよね。このまま飛ばす感じやね。バーバー、あ、ちょっと待って。あ、この程度がどうしたというのだ。ふぅ、ギリギリ当たったね。消えてもらう。ギリギリ当たったね。前にもこんなことあったよ。あ、いや、え、よしよし、あんときの記憶消されとんやっけ。え、あ、じゃあビッグブラック2の2って何やねんって感じか。人兵たち的にはなんかすごいのろくなった気がするね。え、なんかスピードめっちゃ落ちた、めっちゃ落ちた。妖精光、これね、見た目的にもすごい。いるな、あんま近づいたらやばいね。え、待って待って待って、おー、ほらほら、やめてよ、めっちゃ攻撃当たりにくいんやけど。怖い怖い怖い、あれ結構前まで来るね。あの光線的なの、おギリギリ避けたよ。イエーイ、かっこいい。エルドアッサ、私かっこいい。待って、またびっくりした。超びっくりした。男たちの応援。あ、でももうあっという間に満足いかやん。イエーイ。何怖いんやけど、最初怖いんやけど、なんかワイルドアット、ワイルドアット、めっちゃガク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 ってなりよった。え、待って、怖い。ふぅ、あ、いやちょっと待って、ギリギリ当たった。ギリギリ当たった。いや、そろそろ変身解けるかな。結構これ、いまだにさ、いつ頃変身解けるのかわからんねんけど。お、そのまんまいけた。そしてレベルも上がった。イエーイ。イエーイ。え、何、私、ポーズとここにあった。よし、全然見えてなかった。ね、まだ終わってないぞ。次は奴を消す。よし、アイテムはきっちり取っとかんとね。え、変身オッケー？さっき溶けたばっかりじゃない。え、ちょっとどういうことなのだかよくわからないわ。大変よくできました、やったね。ち、役立たずなんだから。あ、もう解放されとんやね、クマコちゃん。ありがとう。よく秘密を守った、クマコ。正体を現せ、宇宙人。次はお前の番だぜ。お、ついにここに戦う。覚えていられるかしらね、私が宇宙人だってこと。え、また消されるの。私はお前たちの記憶消去をガードできる。前回はさ、あれよね、ラントが消去したんよね、ジンペイだって。あなただけが知っていても、みんな信じてくれるかしらね。それに、私が人間に化けてると思ってるみたいだけど。私の記憶力。うー、やべえ。ちょっと違うんだなぁ。どういうこと？何？あ、乗り移っとるってこと？じゃ、こいつも、怨霊？あれ？私は、宇宙人なん？なぜ、このようなところに。じゃ、この子は普通にまともな子なんやね。本来。まさか。いつから乗り移っとんやろ。目つきが変わる。わかってくれた？この子をどうこうしても無駄。
あ、じゃあ、何？もともとこういうじとっとした目の子じゃないってこと？私たちは自在に居場所を変えられるってわけ。そういうこと？お前たちは。なんか、音量が抜けたバージョンでもこうやって顔をアップで出してほしいんやけど。さ、どうやって倒す？え、ほんとよ。抜けたら攻撃当たらんってことよね。でもこのまま戦ったらこの子が、うまくなりに。何そのハート。メロメロ攻撃的な。てか、クマコちゃんもそんなガード出せるんや。何何どうなった俺俺たちどうしたんだえ、記憶、ええ、今のってさ、防いでくれて全員助かったわけじゃなくって、何また振り出しか。自分一人しかガードできん感じ。仕方ない。役立たず。何度消されても諦めるものか。確実に今の感じ、二人を守った感じじゃなかったん違う。あいつらが人間に憑依していたとはな。実体のないタイプの宇宙人。え、でもラントが見た時の宇宙人とは違うんじゃない？あれ実際あって。厄介だな。違う。ああいう着ぐるみみたいなのに入っとったってこと？え、なんか出て行きよりよ。これが、学校の出入り口じゃない。よね、あれ。あの、正門前のとこやろ？正門？どこが正門かわからんけど。あの、校舎の入り口の。クマコ！お。え、でもこっから出て。退学しようって、本当か？え、まさかの退学？うん、よね、だってみんな料理するんだもんね。あいつらがいろいろと手を回して決めたことみたい。え？だろうな。どうやって？何？学園長と遠田先生はわかるんじゃないの？手強いね。違うの。敵は。ああ。どの辺が味方でどこが敵なのかがよくわからんけど。どういう理由で退学になったんやろ？ラント君と同じ学校にいられるだけでも幸せだった。でももうそれもできないのか。え、くまこちゃんもうこの先出てこん感じ？なんかそんな感じするよね。これで良かったと思ってる。なんでよラント君。何度も言わせるな。俺は一人で戦える。お前は必要ない。でも、そのウォッチを作ったのはうちだよ。足手まといなんだよ。クマコちゃんは全然変わらん感じだけど、そんなぷよぷよした体で、宇宙人と戦えるとでも思ってんのか。ぷよぷよした体、関係あります？それに、ただの悪口。お前は危険に巻き込みたくない。ただの悪口。それだけ言っとけばいいんだよ。これ以上関わるな。で、こういう格好の男の子ってなかなかおらんくない？おるんかな？私の周りにはおらんねえけど。でも、研究やめなかった。ああ。だから YSP ウォッチができたんだろう。そのおかげで自分も変身できようんよね。でももう、うちにできることないみたい。かけながらサポートとかももうないんかな？じゃあ、行くね。そのうちなんか最終兵器とか持ってやってきそうじゃない？え、こんなかな？ラント君、最後だから言うけど、うち、お、告白か。ラント君のこと？やめろ！もうお前は、関わるな。告白ぐらいさせてあげてよ。そうだよね。やっぱりうちなんか、いない方がいいよね。え、他の YK のメンバーは、みんなも大変だったん？ノロマだし。ぷよぷよは気にしなくていいよ。っていうか、可愛いだから、普通に。お前には、無事でいてほしいんだ。エラントも絶対あれやんね。クマコちゃん好きやんね。世の中には、丸っこいのが好きな奴だって、いるんじゃないのか。自分だね。丸っこいの。え？丸っこいのって、まさか、うちの、こと、ラントくん！もうそんなにね、体型のことばっか言われるのめっちゃ嫌じゃない？クマコちゃん優しすぎる。超優しすぎる。クマコさんは退学となり、学園を去ることになりました。悲しい。最終局面とかで出てきてほしいな。だけど、この話はこのままでは終わりませんでした。まあ、そりゃそうだろうな。相手、やっつけてないし。黒星なゆ？ん？誰これ。しばらく経って、ある転校生が Y 学園にやってきたのです。宇宙人とか？ですがそれはまた別のお話。別のお話かい。え、宇宙人なんかな？味方側？
い、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てかさ、くまこちゃんとか宇宙人とかもそうやけど、ブルポンはどうなったん？変身とか別に何にも話進んでなくない？